ちは、神戸 TC チャンネルです。今回は技術指導動画を撮っていきます。何の技術をするかというと、バックドライブ。バックドライブの、ネットミスが多くなっちゃう人に対して、こんな考え方を持ったらええんちゃうかなっていうのを紹介していきたいと思います。まずちょっと打っていく。今のが吉田バックドライブなんですけど、よくみんなの意識するバックドライブで下から上とかこういう伸びる動作っていうのがほとんどなかったと思います。みんなのイメージだったらすごいこう下からクッと持ち上げなあかんって考えながらドライブ打ってる人が多いんですけど、今も手はあんま下がらずに打ってたと思います。で、よくネットミスする人はもっと下から上に持ち上げようとか、膝曲げてダーンって伸びたりっていうので上げようとしてて、それでもネットミスしてつっつき重いなってよう言うてたりするんですよ。で、つっつき重いからしっかり頑張って体の力使って上げなっていう話をよく聞くんですけど、ちょっと冷静に考えてみてください。つっつきするときに相手のつっつき重いって感じますか？感じなくないですか？今のをバックドライブじゃなくてちょっとつっつき出して、つっつきするときにこれ重いって感じでつっついたことあります？なくないですか？これをみんなもこうやって足の力使ってこれをこうやって上げに普段から上げてんねやったら、バックドライブもこうやってやってもらったら全然構わないんですけど、そういう人って意外とつっつきは普通に打ってるんですよ。なのにバックドライブになるといや頭で頑張って上げてる人が、いやつっつきめっちゃ重いんですよ、それでもネットミスしちゃいますって言いながら、つっつきするときはすごい簡単そうに、それ軽く感じてるのになんでバックドライブになると重く感じてんねんっていうのが気になるポイントで、何が違うかって角度です。角度が、普段のバックドライブみんな下から出すときってめっちゃ面出てます。この状態やとちょっと出して、当てるだけだとボンと落ちちゃいます。何もせんかったらもう自分のコートに一直線に落ちます。この状態で入れようって思うから振りだったり足の力を頑張らな超えないんですね。何もせんかったら台に落ちちゃう。で、この状態でうーんってやったら上がる。手も今ぐらい頑張ったらうーんってた上がるし、足もうーんって上がるんだけど、これが何もせんかったら落ちます。で、試合になるとこう振り切れへんとかっていうのも出てくるし、緊張して振れへんかったとか、動き遅れて当てるだけになっちゃったっていう時も多分あるんですけど、今の向きやったらちゃんと振れた時しか入らん。頑張って動いた、頑張って縮んで伸びたっていう時しか入らない角度になってるんですけど、つっつきなんて頑張らんでも入ってるわけですよ。この面が要は今の球に対しての正解の角度になってます。頑張らんでも入るよっていう角度ですね。これ頑張ってないです。頑張らんでもネット超えます。当てるだけでもネット超えるぐらいになってます。さっきはこれは頑張らない。
ったらこのボール重く感じへんやんっていう感じにみんな気づいてください。そうするとこの向きベースで飛んでいったら頑張らんでもねって思います。押したってめどかれ、これはバーン落ちます。この向きでしたらバーン入る、バーン入る。だからこのベース突きに近い、まあ、全く突きほど上向けんでも少なくとも下向けないでまっすぐっていう角度を作っておけばネット越えてくるんで、そこから回転をかければそこから回転をかける、この向きからかければ、足のうんとか下からうんとかっていうのは線でも越えます。そうすると、じゃあその体は下から上にっていう力を使うためじゃなくて、ぶつける強さ、威力を出すために下半身とかの力を使えるんで、みんな威力出すためにこう持ち上げるために下半身を使っちゃいますから、威力なかなか出しにくいんで、この足は上げるためじゃないです。上げるのは手で上げて、で下半身は威力をボールに伝えるために使う。どうですか、この一回下げてこう上げたり膝うんとかってあんまいらんような気しますよね。まあその普通のツッツキと相手のカットのボールとかだったら回転が違うから、まあ、ツッツキで重く感じるっていうボールもあると思いますけど、そしたらそのまた向きに変えていけばドライブも調整できると思うので、とりあえずこうあんまりこういう力は、こうっていうのはあんまり必要ないかな。まああのカット打ちとかでそれの方がやりやすいっていう人はやってもらってもいいですけど、一つの考え方としてその普段打ってるボールはドライブやと重く感じてても突きやと重く感じてないんやでっていうのを知ってもらえると、角度の参考に、あ、こんな向きでいったらネット越えるの楽勝やなで気づくことによって、スイングでこう力んだりとか、イラン動作が減ってくると思うので、まずその向きを、ね、下向ける必要ないんやっていうのを、上回転の時は下向けますけど、下回転打つ時にこれやと重いネットミス多くなりますから、ちょっと角度まっすぐから上とかっていうところでドライブしてみると、上げるためには頑張らなくても上がるっていうの一つ覚えておいてもらえたら、もしかしたらいらん力力に減ってくるかもしれないです。
はい、今のがバックドライブをネットミスしないための一つのポイントになります。まあ、考え方はいろいろあるんですけど、まあ、自分でやりやすいのは選んでもらったらいいですけど、ネットミスが多くなってツッツキ重く感じるっていう時は一つそういう考え方もあるんやなっていうのを知ってもらって、それでやってみて自分がやりやすいな、ネットミスせんなったな、なんか肩とか力入らんなったわっていうのがもしあれば、ぜひ参考に使ってもらえたらいいかなと思います。他にもね、悩みはいろいろあると思いますけど、もしバックドライブでこんな悩みがあるっていうのがあれば、またコメントくれたら、参考にしてまた次の動画を撮ってみたいなと思います。今回の動画がためになった、分かりやすい、それやってみよう思った人はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。